った。やばい、やっちまった。しょうがないです。ヒット止まります。止まります。あ、ごめんなさい。座るような感じ。あで肩のここにポッケがあるんですよ。はい、ありますね。はい、ありますね。で特に長い柔道ってやりやすいんですけど、うん、出して戻すと、はい、なるほど、自然とそこに入る。収まるんですね。だからそれに慣れればもう一発で構えるとそこに入るようになる。で歩く時もこうじゃないですよね。足を出しすぎると今度バランスが崩れるんで。あ、なるほど。だとすると。で、足を前じゃなくて、ちょっと横に出すんですよ。そうすると急に敵が出てきてもすぐに対応できる。なるほど。だから重心を高くこう持つのもいいんだけど、そうするとその分ぐらつきとかで椅子に座る感じで、おお、かっこいい。かっこいいっすね。ありがとうございます。重心が低ければ低いほど、はい、安定するんで打つときとかやりやすいです。なるほど。もうこれぐらいでいいってことですね。そうです。でもそれはこういう小切ったところ、
それ以外のことだと、さっきみたいに高く。なるほど、なるほど。で、はい、で仲間とかいると、よくあのスワットの動画とか見ると、もうみんなこう高いまま。ああ、やってますね、はいはい、はい。それはスピード重視なんです。なるほど、高い場合もある。そう、高いのは完全に敵を威嚇するため。なるほど。だから、あの CQB とかでも、その相手が部屋にいるって分かってるんであれば、もうすぐに入ってすぐに制圧しないといけない。あ、そういう時にこういうレリマートで歩いてると、うん、敵が逃げるまたは銃を拾うとか、なるほどな、そういうモーションを許しちゃうんで、もう早く入れと、うん、いうことで、もうみんなこうストッキングで、なるほど、はい、ストッキングですね、はい、だけど一人で動いてる場合とかはできるだけターゲットを小さく、そして、うん、しっかりと動くっていうことでできるだけ小さく、なるほど、でスリングとか持ってると、こうよくみんな銃を下ろして銃引くってやるんですけど、はい、この手で持ってるんだからそのまま、なるほどなるほど、でもちょっと借りていいですか、どうぞ、例えばスリングがついてるとして、ここからこうやって敵が現れたとなったら、このままでスリングがついてたからもう落としていいんですけど、できるだけここに動きたいんですよ、うん、そうするとこれが弾のあれ余計になってくれるし、あ、またライフルを使うってなったら戻してすぐに、うん、もうピンポイントで、なるほど、だからスリングとかもがっちりとこう入るように調整して、うん、片手で持ってもブレないように、なるほどなるほど、このままもう入っていって、うん、でここまで来ると重心見えるじゃないですか、はい、でこっちの方がクリアだと分かってるんでやれば、まあ、右から、まあ、こうやってでこうならないように、ああもつれないように、はい、はいはいはい、だからこれくらいの位置だけでそこからまた出して戻して出してあー始まってしまう、頑張りましょう、ありがとうございました。
きよ。あ、びっくりした。